ファイナルファンタジー14、32回目、エグ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 14、今回も始まりました。まあ、エグハントは置いといてですね、今回も前回と同様サブクエストをいろいろと、クリアしていこうと思います。まったりする回になりますよ。ここに1個あんだよね。こっちか。さあ、それじゃあね、今回も作業用推奨ですよ。地味な回になりますよ多分。お使いクエストがやっぱり多いので、あんまり派手な戦闘とかはね。ああ、やっぱここ綺麗だな。あ、これ下か。これ飛び降りちゃっていいのかな。ちゃんとこっちから入った方がいいか。こっちからじゃあ飛び降りよう。結局飛び降りるんかい。エッテルレッドさん、綺麗な場所だね。農園ですよねここね。信頼のつぼみ、まあまあつぼみの AV 見りゃいいじゃんってことで、まあ結局やっぱつぼみがいいじゃんってことで。冒険者、勝手な奴ら多い。俺冒険者あまり好きじゃないけど、俺の依頼聞いてほしい。このアーゼマローズを同志フォルデュー様に届けてくれ、頼んだぞ。ん？どこそれ。あ、でもすぐ近くですね。あれ今どこにいるんだ。あ、下にぐるーっとぐるーグリダニア、ぐりーっとグリダニアに感じですね。ちょっと自分でも何言ってるのかよくわかんないですけども。あれ、ここのエーテライト触ってないかもしれない。ちょっと触っておこうかな。ここはどこなんだそもそも。はい、あ、やっぱ触ってないや。んー、こっちまっすぐじゃないから、園芸師か。園芸師、あ、お茶水撒いてる、あ、薬撒いてるのかな、種か。へえ。こっちかな。園芸師になってそのステータスが上がる料理をね、料理の素材だったり、あとはあれか、チョコボの野菜だったりね、結構幅が広がると思うんですよね。なると園芸師なりたいな。さあ、こっち、こっちかな。いやー、グリダニアを行ったり来たり。あ、ここに修理屋さんがいるんですね。で、ここをまっすぐ行って、あ、あそこだ。そっか、踊りを教わったところか、ここ。ウォルデューさん、お静かにって言われてる。あ、現実史の人なんですね。これは珍しい客人がいらっしゃいましたね。はい、このアーゼマローズを受け取ってください。確かに農場園芸師に依頼した品。彼が冒険者に仕事を頼むとは、いやはや。グリダニアの草花は他の都市でいいねがつくそうで、一時は随分と森を荒らされました。彼はそのことを今でも許せぬと言いますけれども、不信を乗り越え歩み寄ることが大切だと、そのための一歩が何よりも尊いと、我らが現実師カヌエ先祖様はとり。あ、カヌエ様、さすがだな。それで彼がちょっと心を開いたと。いや、いい話だよね。つぼみの AV とか言っちゃダメなんだよ。AV は関係ないんだよ。まあ、こういう小さなクエストをこなしていくことで、その場所、土地土地のその、現状、細かなね、人々の現状を知ることができるっていうのが大事ですよね。サブクエストをこなしていくのもね。それじゃあ、ここは園芸師だから、あ、こっちは現実師。あー、ここは川細工。上の方には、旧市街の方にはもうないかな。とりあえずサブクエは。じゃあ、新市街の方に行ってみましょう。じゃあエーテライトで飛んじゃおうかな。うん。ここがエグエグの場所でしょ？新市街か。じゃあ、冒険者ギルドに行ってみましょうかね。いやー、グリダニア探索も面白いですね。こんな感じで次回はリムサー探索になるかな。
いやサブクエをやっぱ綺麗にしていきたいんだよな。あれロードが時間かかるな。なんだ人が多いのか。あ人多いわ。ここにコンテンツ解放の出てますね。チョモーイ、チョモーイさん、グリダニアの白楼門、通行許可をくれるようだ。うん、あなたの活躍は多方面より聞いております。今後もグリダニアで活躍、あ頭に鳥が止まっておりますけども、あなたには白楼門の通行を認めましょう。はい、この白楼門をフランシュオンティノに渡せば通行許可が下りるでしょう。白楼門ってどこ？あ、こっち行ったところか。普通に通ってた気がするんだけどな、今まで。あれ通れてなかったんかな、今まで。行ってみましょう、とりあえず。こっちか。白楼門。ちょっと移動が楽になる。どうなのかな。ここをまっすぐ。こっち行って。ここか。おお、うさぎもいるし。ここですね。うさぎ。白、あ、白だこれ。かっこいいな。やはり人とは尊い生き物だ。これだから多分なんかこのキャラクターも、なんかのキャラクターなんでしょうね、タタルちゃんみたいに。まだね、出会ってないんですよね。さあ、白楼門。この先は危険な魔物が多い。通行許可証、はい、渡します。はい。冒険者、ちゃんよ。ここの先を利用するのは私に声をかけるがいい。おぉ。はい、ありがとうございます。で、この隣の人にクエストが出てるんで。ん？なんだこれ。なんかちょっと大変そうだぞ。レベル29だし。やってみよう。白楼門の通行を許可された冒険者とは貴殿か。これは失礼。私はルストバンと申す者、相当な実力を持っておられるようだ。ついてはこの先にあるダンスタンに赴き、帰国隊の同輩 TNA ブーにご協力いただきたい。よくわかんないけど行ってみる。ここを通るにはこの人。はい、じゃあちょっと行ってみよう。これは確実に戦闘になるでしょうね。ダンスタンってどこだ。お、白楼門。あ、ここに出るんだ。でここですね、まっすぐ行ったところ。あ、でもクエストが出てたり。よし、フェンリルで。いやー便利だねこれは。こっち、ですね。あ、あったあった、ここだ。あれ、いや違うかな。あれ、こっち、あ、こっちか。ほい、ティエブネさん。ルストパンから聞いて、あいつめ、嬉しい気遣いをしてくれる。周辺の大穴とその上の足場にはお気づきか？ん？大穴？これは連載時に飛来したヒロの玉を、が原因とするもの。なんとか穴の上の足場を作ったが、そういうこと。うん。しけった木にはシュラウドアリオンがつくことが多い。もし見つけたら駆除を頼む。シュラウドアリオン。しけった、ほんとだね。こういう、これ穴が開いて、うわ、ほんとだね。すごいね。これは落ちたらゲームオーバーだよね。で、しけった足場を調べたら、出たな。あ、出雲くん出してね。出雲、あれ？どこだ？どこに出たんだ？どこに出たんだ。あ、いいのこれで。出てなかったです。チケット足場。うん。チケット足場。今度こそ出る？出たな。
よし。あ、でもこれ攻略手帳、ああ討伐手帳の敵なんだ、シュラウドアリオン。もっと倒したいけども、一匹だけでいいみたいだ。さあ倒してきましたよ。ここすごいですね、本当にね。こんな大穴が開くぐらいやっぱ凄まじい戦争だったんだよね。冒険者の一つ頼みがある。マルセットなる女にだけはこのことを伏せてもらえないか。え？その女、魔物の研究をしている博物学者の中、とにかく変わった方で、足場に魔物が現れたとしてれば、床板を剥がして調査をしかねん。しかもそうなれば、帰国隊はあの女の下僕扱い。ちょっと面倒な人がいるんですか？はい。ちょっとマーケットも売れたところで、はい、コンプリートでございます。というか、この人か。見てなかった？マルセットさん。受注。マルセットさん。そうだわ。ねえ、君、どうせ暇なんでしょ？私の助手として、研究用の生体標本を集めてちょうだい。第一章は、トードスツールの生体調査。トードスツールの傘を集めてきて。トードスツールってどれ？あ、あいつだ。はい、わかりました。倒しましょう。ほっ。あ、ほんとだ。キノコだね。おい、おい。いいね。サクサク。サクサク倒せるのが気持ちいいね。あ、こっちにいますね。ほっ。気持ち悪いな、キノコがな。さあ、倒しました。このキノコの傘を持って行きましょうかね。このちょいちょい移動が大変だけど。はい、マルセットさん、キノコ持ってきたよ。食うんか、食うのか。さあ食え、いくらでも食え。私の想像した通りだ。霊災前に採取したいた傘とあなたの集めた傘、中に詰まっている胞子の密度が全然違う。へえ。霊災で過酷さを増した森での生存競争を生き抜くため、あ、それで胞子の数を増やしたんだ。めっちゃ細かい設定があるんだね。あ、モルセットさんまた出てる。あ、また手伝う。はい、名誉なる私の第六助手。第六、もう隣にいる人疲れ果てちゃうんって言っちゃうんや。オブリオさん、キリキリ働きなさい。生体ライドニングスプライト、ライドニングスパークを適度に弱らせて、この特製ガラス瓶に詰め込む？ん？弱らせたライトニングパークに特製ガラス瓶を使う。あ、なんかちょっとめんどい感じだな。僕なんかが研究者を心でしたのが間違いだったんだ。ごめんよ、母さん。もう田舎に帰りたい。ごめんよ、お父さん。もう、心折れてるよ、助手。これをじゃあ、適度に弱らせるって難しいな。一撃で倒しちゃうから。連撃とか使わずに一撃、ポン、ポンと倒したところで、イベントアイテム。あれ？倒、あ、倒しちゃってない。あ、大丈夫か。ちょっと待ってね。はい。はい。お、あ、倒した。いや、違うんだな。違うんだな。こういうことじゃないんだよな。え？え？ちょっと待って。これは逆にむずいぞ。しまったな。この子を、攻撃解除、イベントアイテム、あれ、これ使えなくない？あ、使えた。よし、こういうことですね。あ、でも一匹だけでいいんだ。あ、よかった。これちょっと、めんどいやつですね。ギルドオーダーとかでも、あ、ギルドリーブとかでもあるんですけど、弱らせた相手にエモートをする。手なずける。みたいなのもあるんだけど、それ結構難しいんですよね。はい、持ってきましたよ。くくく、程よく生きているようね、スプライトちゃん。え？キノコの傘から採取した胞子にこの子を使ってビリビリ電流を流せば、大丈夫このお姉さんは。私の学説が正しければ、電流によって生命の危機を感じたキノコちゃんが通常よりも多く
育つはずよ。雷の多い年はキノコが豊作って俗説。へえ、なんかがっつり研究してまだ出てくんの。あれオプリオさんにも出てるじゃん。ちょっと、いやモルセットさん先受けますけど、もぎ取れ研究素材。うん、持ってけセーラー服みたいに言うんじゃないよ。第9助手になってるじゃん。もうどんどん助手増えて、増えてはやめじゃないのこれ。ハリトストロッパーの臭い胃袋。私の学説が正しければ臭い胃袋の中にはキュキュが、はははは。まあ、サイエンティスト。そうだ、そのまま突っ込むの、あなた死ぬわよ。ハリストローパーの臭い息は特に最悪なんだから。このマルセット特製錬金薬を使うといい。葬儀なんて面倒だから、ちゃんと使うなよ。それを使って採取。へえ、なんか不思議なことを言う。おう。ペガサスが去ってったところで、あ、ペガサス。頭が痛い。黒歴史が。詳しくはドラクエ3を。で、こっちにいるのかな？この辺に、ハリストローパー。おお、こいつか！モルボル的なやつなんですね。これを使ってから、ターゲットをして、あ、ちょっとごめんなさい、間違えちゃった。あ、攻撃じゃない、ちょっと待って。待ってね。イベントアイテム。おい、使った。え、ちょっと、あれ、あ、倒した。あれ、倒した？あ、倒せてない。見えない。というか、でけえ！倒した。おお。なんかすごい動きが遅くなってる。これヘビーか。なんか、あれなんだこの動き。なんかいろんな、なんか食らったんだこれ。ステータス異常が半端じゃねえな。臭い息から、食らったな。くっせーちゃんになっちゃった。かわいそうに。これ今レベル高いからなんとか事なきを得たけど、これ、きついだろうな。レベル低い状態でこいつ戦い挑んだら。やっぱこのモルボル系ってほんとね、嫌ですよね、ステータス以上ね。かなり雑魚敵の中でも強敵だと思う。あれ、こっちでいいんだっけ？こっちか。さあ、持ってきましたよ。さあ、どうでしょう。早く臭い胃袋の中身が見たいわ。さあ、第13助手だったかしら。もう何でもいいよ。はい、臭い胃袋です。例最後にストローパーの生息数が急激に増加した原因、それはトードスツールにあった。ああ、食物連鎖。いろいろ助かったよ、第42助手。はい、コンプリート。これ、まだあるの？あ、いや、違う。これはモルセットさんとカードゲームができるんですね。ああ。じゃ、ちょっとやってみましょうか。でも、この人、あ、強いな挑戦。さあ、この、デッキ2にかなうかな？ルールがちょっと、ちょっと嫌な感じだね。なちょっと。はい。お、ヘビーモス？難しい。あ、これ無理じゃねえかな。負けちゃった。さすがです、博士。私が書いた魔物カードの解説文100万回読み直すといいわ。この人キャラ強いな。いや、隣の助手のクエストも受けようかな。オブリオの悲哀。疲れてるもんね。もう疲れた。命がけで魔物を集めてきたのにご苦労様どころか。次は、だなんて。この人使いの荒さ。モルセット先生は、容易に違いない。その冒険者さん、助けてください。僕はもうダメです。僕の代わりに、
この池の水を取ってきてください。どこにあるんですか、それは。下、下ですか。あー、結構下なんだ。わかりました。結局じゃあまたこの博士なんだこれは。もう博士の助手をずっとしてるだけの回になってるな。こっちか。でもまあ面白いですね、これは。なかなかね。ここですね。池の水って言われても、あ、ここか。うん、これはなんか出てくるんじゃねえの。これで、あ、3個。こっちか。この辺に、この辺に、ん？ほ、ほ、あ、こっちか。うわー、気持ち悪いな。でもこういう博士のおかげで、まあ、国のいろんなね、そういう生態のなんたらっていうのがちゃんと判明してるんだろうから、有能っちゃ有能なんだろうね。人使いは荒いけど頭いいんだろうな。さあ、難なくこれで取ることができました。あ、でもレベル20なんとかでいったら、このストローパーがやっぱ凶暴なやつなんで襲いかかってくるんでしょうね。ストローパー嫌だな。さあ、こっち。第7レーサー以降、やっぱりそういう魔物のね、生態っていうのがすごい変わってきてて、うん、まあいろいろあるつうことでまとめられてねえじゃないか。いろいろあるでまとめちゃった。さあ、行ってきましたよ。はい、オプリオさん、元気出して。なんもう何人いるかわからない。第1ジュースなんかやめたい。はい、渡すよ。おー、サンプルを採水してきてくれたんですね。これできっとマルセット先生のことです。また新しい用事を言い続けるに違いません。あ、天界のおじいちゃん、おばあちゃん、そのうち僕はそっちに行っちゃいそうです。オプリオさん、ちょっと悲しすぎるよ。はい、通行って、とりあえず、この辺のは受けたかな？うん。そうだね。じゃあ、グリダニアに戻ろうかな。よし、戻ろう。こっちですね。いやー、面白かった。こっち。あれ？これ、白狼の門ってこっちからも入れるかな？ぽいな。はい、グリダニアに入ります。で、まだグリダニアの方にですね、いろいろと溜まってると思うんですよね。行きましょう。さあさあ、どんな感じかな。やっぱ今日は労働、この時間帯時間かかるな。コスモさん、一緒にね、よくプレイしてるコスモさん。コスモさんなんかはパソコンなんですよ。プレステ4と比べるとやっぱ労働時間が段違いに早いっすね、パソコン。で、ホットバーの使い方なんかもパソコンとプレステ4って結構違うよね、見た感じ。ちょっとあんま詳しくはわかんないけど。その辺もどうなんだろうな。あ、どんぐり遊園だって。足元がおぼつかないウサギ。え？当たり前にゃけど人だらけだにゃ。え、猫入ってんのこれ。これ誰なんだろう、なんか。気になるわ。こういうの気になるからやっぱクエストをどんどんこなしていかないと。ニコリオさん。どんぐり遊園にいるニコリオ。うん。な、お前、冒険者だろ？ちょっと手伝ってよ。すぐそこにいる鬼？鬼を笑わせてあげてほしい。なんだそれ。まずはお辞儀で挨拶して緊張をほぐしてやってくれ。鬼。お兄さんどうしたの？黙っちゃってんじゃん。じゃあ、お辞儀します。どうでしょう。鬼、こんにちは。兄、守るちゃんじゃないんだよ。そしたら次は仲良くしてみてくれ。鬼に会えて嬉しいって喜んであげるんだ。喜んであげる。げ、大人だって言われてる。喜ぶ、喜ぶ、あ、これか。喜んでる。
どう？私も嬉しいかな。可愛いじゃん、ウニ。次は。よし、バッチリだ。あとは最後の仕上げ、お兄を笑わせるために踊ってみてくれ。もう、エルフ族じゃん。踊る、踊る。はい。さあ、一緒に踊ろうぜ。お兄。笑おうよ、お兄。兄。どう？あは、お姉さん、踊りが上手。よかった。怖い人じゃないのね。なんだか嬉しい気持ちがする。お姉さんのおかげかな。おー、いいね。心温まる。小さなクエスト。ご苦労だったな。なかなか仕事もできる冒険者じゃないか。お兄は5年前の戦いで父親が死んじゃってからあまり笑わなくなっちゃった。だからこうやって俺が笑わせてやってるんだ。俺はどんぐり遊園の兄貴分だからさ、手伝ってくれてありがとう。おー。やっぱいいな。こういうのこなしていくと。なんかいろいろ、いいな。一つの街にもいろんな人たちの物語がちゃんとあるんだっていうのがね。いいな、それが。グイダニエが好きになるね。それじゃあ、この辺にも結構出ている？いや、これはクエスト？あ、木工しか。あれ？いや、でもその隣に一個出てるな。これは、木工師と野外音楽堂？ん？あ、ここか。イデルさん。ある忘れ物を届けてくれるものを探している。はい。うちの新人のミーゲット野外音楽堂の点検を任したが、張り切りすぎたって何の道具も持たずに飛び出していっちゃった。どうせ立ち往生してるだろうから追いかけてって抗議箱を渡して。何しに行ったんだ、そいつは。ギルド裏のどんぐり遊園にいる。ルーヘリックが持っているわ。まずは彼に声をかけて。わかりました。こっち？ここからどんぐりの場所に来て、裏？こっち？あ、ここか。ルーヘリックさん、道具をくれるかい？ミーケット音楽堂にいる。野外音楽堂にいる。アートル。野外音楽堂でなんかライブとか、やったり、音楽？銀融詩人ってでもいますよね。音楽ライブとかのイベントがあったら、まあ、そういうのあったら面白そうなんですけどね。あれでも野外音楽堂どこだっけ？上か？旧市街だっけ？あ、そっか。旧市街か。上だ。じゃあ、エーテライトで飛ぼうかな。ほい。エーテライトで。はい。OK ですね。いや、今のところなんとか順調じゃないですか。前回みたいに暗くて見えねえっていう、そういうああいうハプニングがね、今のところは起きてない。割と平和です。ここだね。パッパや。アートルさん。ん？木工師ギルドの職人としての仕事が、はいはい、工具箱だよ。これは俺の工具箱じゃないか。イデルさんに頼まれてわざわざ届けてくれたんだ。助かったよ。この音楽堂は霊災でめちゃくちゃになっちまったのを、ギルド木工師たちが力を合わせて、あ、木工師がここまで復元した。俺最近木工師になったばかりで、そんな大切な施設の点検を任されたから、つい気合が入りすぎちまったみたいだ。あんたにも森と精霊の加護があらんこと。おお。ダークマター G1。コンプリート。それじゃあ、じゃあちょっとまた新市街の方に戻ろうかな。あとはちょっとあっちにまた解放、コンテンツ解放のなんちゃらが出てましたね。行ってみようかな。読み込みが、よし来た。この下？ここら辺にさっき、なんかいたな。チュモーイさんは受けたから、この辺結構いろいろ固まっていろいろあるな。びっくりしたな。なんか回復してないこれ。親友大使。あ、ガンプレイカーへの誘い。
ガンブレイカー、これジョブですよね。ガンブレイカーってここで受けれんだ。ギルドとかじゃねえんだな。ガンブレイカーたまにね、そうダンジョンとか行っても銃撃ってる人がいてかっけえなーと思って見てた。ここでできるんだ。いやでもこれはちょっと今やっちゃうとな、大変だから今はできないですね。いやー銃撃ちてえなー銃撃つのかっけえなー。ガンブレイカーもいつかやりたいジョブクラスのね一つなんですよ。ガンブレイカーあれ結構遠距離から撃ってるから、なんかね遠くからバキュンバキュンやってるのかっこいいんですよね。あ、こっちに何かしら出てますね。行ってみましょうか。これもじゃあエーテライトで飛んじゃった方が早いかな。はい、あれどこだっけあれどこだっけ早くないじゃないか全然。この下にあるのが弓術師。弓術師で読み方合ってる。あれ、おあそこのエーテライト解放してないんだ。全然走っていっちゃった方が早い。あ、違う、こっちか。ここ、そっち方面行ったことないな。弓もいいな、じゃあ。もう結局、もう何でも、なんか、隣の芝は青いじゃないけど。本当にね、全部かっこいいから結局全部やりたいんだよね。ここ触っとこう。ほい。クロエがいるじゃん。よし。ん？お、グリダニアのエーテライト全部解放した。ボーナスとして、青、黄、白、それぞれグリダニアランニングへの転送も可能になった。なるほど、チェキほど。ちょっとよくわかんないけど、門が解放になったぞ。これは便利だ。さあ、弓。クロエ。名前が好きだな。この中かな？あ、ここが親友隊か。あ、この人だ。フミバス。受注。あなた冒険者でしょ？今ちょっといい？この風潮、商店街の中央。うん。木陰の灯屋にいる受付のパーネルに渡して。なんで自分で行かないかって？だってほら、グリダの人ってなんていうか、不愛想だし、譲り聞かないから直接話すとめんどくさい。あ、そう？おべ、そんなことないんだけどな。はい。わかりました。で、ここが弓か。ちょっと中見ていこうか。おー、かっこいいじゃん。ほら。弓もね、遠くから。うわ、かっこいい！へぇ。この辺にいようか。めっちゃ危ない。標的にされるわ。頭貫かれるわ。弓と、だから拳銃？どっちがいいのかな？でも、こう、ファイナルファンタジー的にはやっぱ弓の方が、まあ、ファンタジー感というか、ありますよね。でもやっぱね、拳銃ってかっこいいんだよね。だからまあ、さっきもこの道通った時にも言ったけど、何でもやりたい。結局何でもやっちゃいたいっていうね。欲張りでさんなんですよね。商店街は旧市街。こっちか。あれか。タタルちゃんが今いるところか。エッグハントで。行ってみましょう。いやー。まだその文句以外の格闘ジョブっていうのができてないんで、次何がいいかな。その剣を使うナイトだったりもいいし、今みたいな弓とかガン、あ、でも呪術師。いや、魔法を使いたいってのもあるしな。どういう順番でいこうかなって寝る前とかに考えるのすげえ楽しいっすよ。本当にね、FF14 やってちょっと本当大げさじゃないぐらい生活変わりましたからね。いや、もちろんいい意味でね。ものすごいこう、なんだろう、FF 暇なしって感じで、暇がね、全部埋まったような気がする。ちょっと空いた時間に、あ、ちょっと今 FF オンライン、やろうかなっていうようなね。
そういう気持ちになるんですよ。うん、いや面白いですよ本当に。これはただまあその逆にやり込みすぎちゃって廃人になるんだろうなっていう、そういう人の気持ちもちょっとわかるような気がする。ボトラーの気持ちがね、心理がわかりますよ。まあそうはならないようにね。まあどのゲームもそうですけども、義務になっちゃったら面白くないですからね、ゲームはね。その辺だけ注意しつつってところかな。あとはこっちか、カーラインカフェ、冒険者ギルドの中かな。うん。こっちも。あ、でもこれも解放？コンテンツ解放。この人かな？この前あのウサギの中にいた人。ゴントラン。これでもギルドリーグだから。アントワノ。その、ウルダ派でいうとこのモモディちゃんみたいな感じの、うわ、どの人なんだろう。ノジロ・アルマジロ。ん？キーナル地下迷宮。あれこれダンジョンじゃねえのかな。ダンジョンっぽいな。ちょっと待って。じゃあダンジョン時間かかっちゃうから先にこっちの人。ナオ・ガムドゥラさんの受けようかな。ん？忘れ去られた探検手帳？探検手帳？うん。困ったことになりました。何があってこの古びた手帳をお客様が忘れてしまったのです。なんだか最近忘れ物が増えているような気がします。冒険者さん、お客様を追いかけて、この手帳を返却してもらえませんか？リブさんの時もそんなんありましたね。常連客のエラルさんと話しておられたので、彼に話を聞けば居場所がわかる。居所がわかる。エラル、あ、エラルさん。麦わら帽子をかぶった女を探してる。それなら、ミレス・アイアンハート。かっこいい名前だな。この古びた手帳を忘れていった。旧市街のアプカル滝に行ってみるといい。アプカル滝？旧市街？ちょいめんどくさい距離だな。じゃあこっちからどこが近い？どこが？ん？アプカル、アプカル、あ、ここですか。近いのは、ここかな。ミーケット野外音楽堂に飛びましょう。パッパや。はい、パッパや。さあ。滝か。滝修行してるのかな。こっち。パッパやまっすぐ行ってこうか。はい、わかりましたよ。日が出てると綺麗だな。ここをまっすぐ。おお、綺麗な場所。あ、ここだ。おお、いいね。アプカル滝。滝に当たらないと、滝に打たれないと、ほら。ちゃん修行だぞ。あ、ギリギリ、ギリギリ入れねえな、ここ。上には行けない。ミリス・アイアンハートさん、手帳忘れてますよ。忘れ物をしてないですかって？麦わらがよく似合うな。はい、手帳。受け取ってください。確かにこれは私のものよ。よかったらあなたの名前を教えて。ちゃんです。ありがとう。この手帳は探検手帳といって、私が旅した各地の名所を記録したもの。名所？冒険者なら世界各地を旅するでしょう。だったらあなたも探検の記録をつけてみない？大丈夫。やることは簡単。各所、あ、ひし、こういう、だから滝みたいな場所を回れと。はい。このグリダニアには不思議な輝きを放つ大岩がある。まずはこの大岩を聖杯越しに仰ぐ地を探して、その場で見渡してみて、終わったら戻ってきてね。あ、そんな手帳もあるんだ。へえ、面白いな。ん？これはどこですか？あ、下か、下にぐるーっと行ったところ。え、でもそんな岩あったっけ？見逃してるだけかな。
あれどこだっけ、はい、こっちか。パッパイヤ。あー子供たちが幸せそうでよかったね。こっち行ってパッパイヤ。もうパッパイヤの曲がすごい耳に残るな、あの曲も。んどこだっけ、 どこだっけじゃない、こっちね。はい、まっすぐ、ここっぽいな。ん、あここ、あこの、えこれ木、木じゃない、え岩、岩、じゃあここで妹、あちょっとログは、ログは隠しとこう、恥ずかしいから。見渡す、これか、見渡してみた、これでいいんかい。お、これでいいんだ。あ大岩越しに、越しにか、そっかそっか。あ、こういう、こういうことだ、景色的に。ほんとだ、絵になる。綺麗。これ今回のサムネ決定じゃない?この場所。ね、これいいね。ね、綺麗。じゃあ、エーテライトで。え、エーテライトでどこだ、どこだっけ?どこが近い?あ、そっか、音楽堂か。音楽。音楽堂、はい。そっか、こういう手帳、いろんなところで見渡すしなきゃダメなのかな。でも確かに、こう、いろいろ見てみると細かく、これこそ、こういう滝もそうですよね。なんかこういうちっちゃい祠みたいな。祠、祠じゃないか。なんだろう、これ。ライト、火を置く場所かな。そう、細かく作られてるんですよね。さすが。さすが FF だなっていう感じで、この細かさってやっぱいいよね。それこそ本当にね、そのオンラインでインした時もなんか普通に歩いてるだけでもちょっと時間経っちゃって、すごい癒されますよ。なんかさあ見てきました、はい、オロチ石っていうの、いろんな各所、いろんな名所や秘境には由来があるものか。そっか、探検手帳を受け取って、これもっと早く受け取りたかったな。はい、探検手帳見てみましょうかね。コンプリート、はい、決められた獲物を行うことで探検手帳、こんなんもあるんだ。手帳見てみましょうか。探検手帳、これか。おー、ほんとだ。これ、リムサ。中央ラノシア。あ、いや、これだけはちょっと、わかんねえな。結構むずくない?また新しい楽しみが増えましたね。こういうやっぱ記録されてくのって、なんだろうな、永遠にやっちゃう。攻略手帳とかもそうなんだけど、攻略手帳は特にそうだな。なんか、お金だったりがもらえるから、意欲的にやってくとね、もう、やっぱ永遠だね。一週間に一回更新とかなんで、それを目安にやっていくと、もう本当に、永遠。それじゃあちょっと、あのダンジョンっぽいのを受けてみようかな、最後に。いけるかな?ダンジョン、多分そうだと思うんだけど。行ってみよう。さあさあさあ、どんな感じ?さあ、早く、待ってるよ。早く、収支外、早く、はあ。ロードがね、ロードが、PS4 は。いや、でも今日はちょっとさらに、いつもより時間かかってる気がする。なんだろう。こっちだね。
カーラインカフェの中にいましたね。いやでもこの今回前回でかなりグリダニアは片付いたんじゃないかな。あ、でもそっか、まだシルフの狩宿の方とかにもあったか。そっか、そっち行ってないな。そっちもやらないとな。とりあえずこの野城丸次郎さんのを受注。お前のような腕利きに似合いの山があるぜ。最近国営の森を賑わせているある事件があるんだ。この森の地下に突然迷宮が現れた。迷宮？おいおい、これマジな話だぜ。地下都市ゲルモラ時代に作られた遺跡に未知の階層が発見された。問題はこの迷宮が普通じゃないってこと。魔法なのか呪いなのか、その内部では奇妙な現象が続出し、調査に乗り出した帰国隊も手を焼いている。イムソハーの穴蔵にある。ああ、そこに話。わかりました。じゃあちょっと行ってみましょうか。新しいダンジョンっぽいぞ。それはどこ？もう、南部。南部か。南部、遠いな。かなり、弁当、そっか。よし、じゃあ頑張ろう。この辺ですね。見えてきた。いや遠かったな。こっち、ん、どうやって行くんだこれ。こっちをぐるっと回って、あ、ここの辺っぽいな。あ、ここか。おお、何ここ。うわ、すごいな。うん、この人ですね。いやー遠かった。まさかとは思うけど、ただの、何？見物じゃないって？立ち入りはできない。調査協力の冒険者なら大歓迎。はい。そこに行って帰国隊の調査対象に声をかけてくれ。ん？どこっすか？調査隊長。調査隊長。調査隊長。どこにいるの。あ、こっち。なんでそんなちょっとめんどくせえ場所にいるんだ。これはちょいめんどいな。こっち。このバスカロンドラザーズを横切ってというか、ここにもクエスト出てんだな。ここも受けてえな。こっち、こっちか。横に入って、あ、やばい、落ちた。入って、行って、ここもダンジョンだけど、ここじゃないんだね。というか、ここはこの前行ったところか。こっちか。よくいろんなマウント乗ってる人にね、すれ違いますよ。かっこいいな、いろんなのがあって。おう、 FATU は無視しちゃいます。うわー、ここめっちゃいっぱいクエストある。クォーリミナルに着きました。ウェイトライト触ってたっけ。あ、触ってない、初めて来たんだ。うわ、めっちゃあるじゃん、なんかいろいろ。なになに。あ、ここだ。あ、いや、ウサギ。帰国隊、俺らもあの迷宮に悪戦しておって。地下都市ゲルモラ、何ですかそれは。はい、特殊な結界が地下全体に張られているらしい。一歩でも地下に踏み入ろうものなら普段の力が出なくなる。外から持ち込んだ武器も役には立たない。そんな、いやいや、なんかみんな派手だな。あ、ビビじゃないか。あ、いや、なんかかわいい。そんで何、ちょっと全然何言ってるのかわかんないんだけど、魔導士じゃなければこんなゲートは不可能。地下迷宮がどれほど異様なのか分かったか。普段と同じ戦いでは、方では通用しない。ちょっとウサギ多くね、ここ。ウサギなんだろう。ここなんかあんのかな。迷宮に挑戦した時は私に声をかけてくれたまえ。あれ、なんかダンジョンとはちょっと違う？
ぽいな。え、これなんだ、死者の宮殿、なんすかそれ。1人から4人で攻略するコンテンツとなる。固定パーティーとマッチングパーティーのどちらかで突入するか選択することで迷宮に挑戦できる。初めての場合はレベル1で開始されています。開始されます。また装備していた武器も効力を発揮しなくなる。迷宮専用の武器で攻略していくことになるんだって。不思議のダンジョンみたいな、ちょっとそんなに近い。じゃあちょっと行ってみますか、一回試しに。あ、なんか、あれ？なんか昔の FF っぽい。え？なんか面白そうだよ、これ。挑戦する。これコンテンツファイターみたいになるのかな？挑戦する。はい。はじめから。え、でもほんとなんか昔の FF の感じ。固定パーティー。固定パーティー？君は一人で挑むというのかい？うん、とりあえず死ぬの覚悟でちょっと一人で行ってみますね。ちょっと全然何するのか分かんないから。装備を変えないとダメなのかな。え、何、指、お、なんか BGM がいいな。知り方が間抜けだな。おお、な、何これ、すげえ、昔のじゃん。いや、ちょっとこれ、これ装備してるのかな。なんかこんなあるんだね。どういけばいいの？すごいな。これ入るたび多分、変わるのかな？形が。お！あ、ほんとだ、全然。電撃しかできない。おお、ちょ。これ無理だろ。これ無理だろ。これもう死んじゃうじゃん。あ、もうダメだ。もう、いや、たじゃ、あ、レベル2になった、ここの。いやいや、これもう無理だって。無理だって。いや、いけるか。あれ、いけそうだな。ここぐらいはいけた。宝箱を取りたいな。あ、武器光って。へー。あ、いや。先にこいつを。この BGM ってなんかアレンジかな？あのがあるな。防具強化を手に入れた。でレベルは上がってる。いやいや、2匹まとめていたら無理だろう。1匹だけで来てくれよ。鹿よ、鹿、おいで。火の玉が来た。危ない。あー、ちょ、うわ、ちょ。いやよし。え、ちょっともう、何、しか、おー、よくわかんねえけど、よくわかんねえな。あ、状態異常？状態異常？うわ、これ鹿に、鹿やばい。これ何？鹿、いや、何、いや、もう逃げよう、これ逃げよう、ダメだ。あ、スプリント、逃げる、危ない。うわー、もうもういいよ、怖っ。うわ、もう鹿ずっと来てるやん。もうダメじゃんこれ。いや、ちょっと回復。鹿から逃げれねえです。ここ、いやいや、だから電撃使えなかったら無理だって。何、状態異常、
あ、使える、戻った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 。いや、でももう、あと一撃で死んだ。ダメか。めっちゃ難しいじゃん、これな。あ、でもこの昔の表示のファミコンの感じで面白。まあ、こういうのがあるんですね。うん。いやー、まだまだ未知だわ。本当に。つーこって、今回はこの辺までにしておこうかな。次回は、この、ここの場所、なんだっけ。ここの場所。ここの場所のまたサブクエストをいろいろ片付けていこうかなと思います。それではご視聴いただきまして、ありがとうございました。見渡しております。はい。いやー、FF40 未知だわー。